本館オフィス棟玄関と、ロダン、青銅時代新館ただし非信用金庫会館は、兵庫県朝ご市行野町にある美術館、音楽ホール。新館と本館があり、一般に、オフィス棟と、研修棟で構成される本館はただし非会館、新館はただし非美術館と呼ばれる。美術作品は、本館のオフィス棟と新館で展示されている。近代に建設された洋館で、 音楽ホールのただし非開館ホールを主施設とする。国際音楽セミナー、イクノムジカの会場である。本館オフィス胸玄関脇には、オーギュストロダンの聖堂時代が設置されている。夜間はライトアップされる。1995年にただし非信用金庫創業70周年を記念して建設された。白滝育之助、和田光造。 青山熊治をはじめとする育野町出身の画家の作品を展示する。イタリア・ミラノのスカラザの副指揮者、ダンテ・マッツオーラと妻のソプラの歌手、田田加代子が指導する国際音楽セミナーである。歌手と伴奏ピアニストのためのセミナーで海外からの参加希望者も多く、先行を通過した者だけが受講できる。長考は受講生以外もできる。 主催であるただし非信用金庫が本社所在地加古川市出身の田田かよこの音楽活動を支援していたという経緯があり実現した受講生には合宿施設として本館研修棟が用意されている。ありがとうございます。